ブライアンズ・ロマンは日本の競争馬、栃木の怪物の異名を持つ。地方競馬の今はなき宇都宮競馬場の末期を代表する競争馬の一頭である。種ボバ、ブライアンズ・タイムの初年度産区で同年生まれのカルラ・ネーチャーとは北、関東ダービーで対戦し2着に敗れた。中央競馬における代表産区である成田ブライアンも同年生まれである。 平地競争勝利数43は戦後日本におけるサラブレッド最多記録。重賞競争の勝利数17は日本3位体の記録。主戦騎手は内田敏夫で栃木時代の内田を代表する馬でもある。育成段階から足元に不安があり、中央競馬の旧車に予託を断られたため、母、大ロマンが競争馬生活の後半に在籍した。 宇都宮競馬場に席を置くことになったと言われている。競争生活の間は一貫して、足元の様子を伺いながらの競馬に終始したが、旧社関係者の努力もあって良い意味で安定し、地元宇都宮のレースを中心に出走を重ねていった。地元宇都宮では1995年から1998年にかけて、栃木大商点を4連覇し、 栃木県での競争に限れば8歳秋になるまで連帯を外さないという強さと堅実さを見せ続けた。また、遠征しても1998年のダートグレードを競争、桜んぼ記念では中央競馬の競争馬を相手に勝利を収めた。その他、高崎競馬場の開設記念を制するなど、1990年代の北関東地区の最強馬として活躍した。2000年、 9歳にして、中央重賞、オールカマーに初挑戦。名称怒涛や、ステゴールドなど中央 G1 級のメンバーが、出走したことや最高齢であったため最低人気ではあったものの、中央は含む2頭に先着した。なお、範囲トロマンリバーも宇都宮競馬場に在籍していた。こちらも、重賞、西方特別を制し、宇都宮から、 中央競馬のクラシック競争への挑戦も視野に入れていた当地の期待場であったが、1996年2月3日の朝の調教中に、ホーマ、競馬場から道路に飛び出して、自動車と衝突、骨折してしまい、予後不良になるという悲運に見舞われている。引退後は、種ボバとして太平洋ナショナルスタッドでつなぎをされた。しかし、父、ブライアンズタイム、 ブレイベストローマン、母ボフ、パーソロンといずれも、日本で成功している血統が重ねられており、しかも、父警が1990年代のサンデーサイレンス、ブライアンズタイムの大成功で前世を迎えていた、ヘールトゥリーズン系であるため、ン馬との配合の難しさや似たような血統構成を持つシュボバとの競合もあり、繁殖ン馬の確保ができず、2007年8月に、 用途変更となった。その後は、有志がブライアンズ・ロマンの会を結成し身元を引き受け、現在は、北海道新日高町の荒木牧場で予選を送っている。ちなみに、この荒木牧場では、平地祭高千馬のエスケープハッチも同じく予選を送っている。2003年産、2004年産、2006年産、2007年産、地方競馬62 0 43勝。 中央競馬一戦霊賞。ありがとうございます。